これね、さっき中田寛さんが、えーまあ、オリンピックで、ね、いろいろと盛り上がっているのも結構だけども、えー、日本人にとってもしくは人類にとっても大変重要な、ねえー、ニュースが、ね、す隅に追いやられていると嘆いてましたよ、はい、それがこれですよね、はいえー、イランが、えー、イスラエルに対して報復をするかもしれないこれ、えー、イランとイスラエルの、ね、戦争が起きるかもしれない。 えーまあ、そんなです、ね、緊張感が高まってきましたでこ,の日、ねえー、この日は琉球新報ですけども4日アメリカはイスラエルに官邸派遣これはあの共同通信の配信記事ですね琉球新報ですけど共同通信の配信記事です、えー、具体的なことをちょっと読んでいきましょう、えー <coughs> アメリカ国防長官はイランの脅威からイスラエルを防衛するため弾道ミサイル防衛能力を持つ巡洋艦と駆逐艦の派遣を命じた。アメリカ 国防総省が2日発表したパレスチナ自治区ガザ情勢を背景にイスラム原理ハマスのハニ,ハニヤ最高指導者がイランで暗殺されイランなどはイスラエルへの報復を宣言、えー、ミサイルや、えー、無人機の使用が懸念されておりアメリカ軍の存在感を誇示し抑止を図る戦闘機動部隊を追加派遣するほか現地力空母エブラハム・リンカーンを中核とする空母打撃群も中東地域に配備するイランなどによる報復は 差し迫っているるとの見方もある一方現地メディアによるとイスラエル政府は3日ガザの停戦交渉に向け代表団をエジプトに派遣した、えー、まあい,いやあのここら辺にしておきますけれどもだから結局ねイージス艦ですよね。えー、イージス艦を派遣して、まあ イランが何か攻撃を仕掛けようとしてもアメリカはその盾となるという,、ね、そういう姿勢を示すと、はい、報復はさせないぞという意思表示ですよねだから、まあ、それによってイランとイスラエルとの戦争をなんとか抑止するんだという、まあ、そういういことですよねそしてさらに、えー、空母打撃,打撃軍をも中東に派遣するということですでこれね航空母艦って一隻に何千人も乗ってるわけですよ 派遣しましたって言って、その燃料、ね、それから、 えー、航空母艦1隻じゃないですよそれを護衛する、ね、艦艇がいっぱいいてとんでもない人数の軍人がへばりつくわけですよね、はい、でこの駐留経費たるやもう1日単位でとてつもないお金がかかるわけですけどもですからアメリカはね今、えー、ウクライナに対してものすごく巨額の軍事支援をしていると、えー、そして武器弾薬も渡しているわけですからね、はい、そして今度ね中東情勢で空母打撃軍そしてミサイル迎撃能力のある艦隊を 派遣するまあそういうふうにしてですね二正面作戦を事実上や,やらなくてはいけない状況に、えー、追い込まれているというわけですねでこれを北斎演でいるのはこれは近平ですよははっアメリカ二箇所へばりついてんだ、えー、これ中国が何か起こしてもまともに対応できないなっていうふうにやっぱこう見透かしてますよね。こうなってしまうと台湾有事が起きる、えー、ハードルが低くなる。 起きやすくなるというふうに見なくてはいけないわけですね。ですからアメリカとしてはまあもうまあちょっとね大統領選挙どうなるか分かりませんですけども基本的にはトランプトランプ候補の考え方としては。 やっぱ最大のの脅威は中国ででああるっていうのがあるわけですねだからもうウクライナとかもうイスラエルとか、まあ、イスラエルの場合はまあ宗教的なことで、えー、トランプさんはイスラエル側に立つというふうに言われているんですけどとにかくウクライナにあまりね、えー、アメリカは国力を消費してる消耗してる場合じゃないのだというのもあるわけですよ、まあ、だからといってどんな形でも終わらせていいということにはならないんでしょうけども、まあ、とにかく早く手締まいしてと中国の脅威に対していかなくてはいけないというのがあるわけなんですね えでも、ここで、えー、イランがイスラエルを攻撃するようなことになれば当然またイスラエルもイランを攻撃するイラン・イスラエル戦争というのがもし起きてしまったらこれはもう第三次世界大戦はね、えー、中東の火薬庫から始まるとね前々から言われてましたけども本当に第三次世界大戦が、えー、始まることになってしまう、えー、そうしたら自動,自動的にと言ってもいいぐらい、えー、極東の情勢もですね、えー、不安定になるわけなんですね。 はい、なのでちょっとオリンピックで浮かれてる場合じゃない、はい、ここはちょっと中東情勢はですね、えー、これは日本にも直撃する話でして、えー、も,もし本当に中東で戦争が起きれば、えー、原油価格も一気に上がりますし、えー、それに引きずられて、えー、天然ガスの価格も上がるでしょう、はいえー、そして日本の株がどうのとか金利がどうのとか言ってますけどももうね中東で戦争が起きたらもうはちゃめちゃなことになりますからね。 ウクライナで戦争といってこれだけですね、世界経済がですね、振り回されたわけですけども、そこに本当に中東でね、戦争第3次世界大戦のようなものが起きたとなればですね、これはもうとんでもないことになりますから、えー、まあそうならないようにですね、日本が何ができるかといったらまあできることも少ないんですけどね、ただ、ね、アラブ諸国と、えー、信頼関係を築いている先進国ってあまりないんですよ。 いや言うなれば日本だけと言ってもちろん日本は日米で、ねあのーまあ、同盟を結んでいるんですけども、まあ、それでもその中東、まあ、アラブ諸国からしたら、ね、アメリカに攻め込んだのは歴史上日本だけだというのがあるわけですよね。えー そして、えーまあねえー、敗戦を期してアメリカとの同盟関係を結んでいる事情もわかるとでも、アラブのよき理解者であるというふうにですねアメリカと同盟国であるにもかかわらず、えー、日本はアラブのよき理解者ということでアラブ諸国とイランも含めて安倍さんなんかイランと、ね、非常に太いパイプがありましたからね、えー、まあ、従えているわけじゃないですけども中東諸国と、ねえー、非常に友好、えー、な関係を築いてきた。 先進国といえばもう日本を筆頭に挙げなくてはいけないしいや言うなれば日本しかないと言ってもいいかもしれないですからねこの、えー、アラブの和平において本来は日本がね、えー、担える役割ってあるんじゃないかなと思うんですけどどうしてもいつもねアメリカ追従型というふうになってしまいますよね。はい、まあ、なんとかちょっとねこれ私たちの生活に直結することです。えー、イランと イスラエル、はい、が、えー、どうなるのか、ねえー、これはもっとです、ね、日本の私たち日本人は関心を向けなくてはいけないところだと思います。